になっております。でこれもちょっと先に説明ちょっとしておきます。聞いたことある人は分かると思うんですけども、エンジンのアイドリング音が、うんうんうんってやつが最初に5回始まる感じです、はい、その5回の後に入れたら、まあ、あとは大丈夫って感じです。でこちらイントロが32拍これが普通のユーロビートだね、はい、で A メロがちょっと長いです、64拍やっぱり1ブロック2ブロックがあって、 E メロこちらも64拍なんで、はい、1ブロック目2ブロック目で、サビ前に8拍補活があって、サビが64拍あって、サビの2箇所目が16拍あって、サビの補活に8拍アウトの32拍これ長いです。これ後でテストに出るからみんなねメモってくださいね。3の曲もいいんでね、はい、これ置いとくんでね、後でメモってください。ちょっと踊りやすくなると思うので、ではちょっと緊張しながらもう音でまなみちゃんと一緒に行ってみたいと思います。間違えずに行けるかな。頑張れ。お願いします。